日本の応援席、羽生も村も全員が立ち上がりました。チームメイトの声援の中、宮原さと子が登場してきます。後半グループの最初の滑走です。ショートプログラムは6位でした。今までにない緊張感があったそうです。自分のことよりみんなのために、そんな思いがちょっと強すぎたのかもしれませんが、今度はみんなの応援を受けてプレッシャーをどう跳ねのけるのか。世界選手権の銀メダリスト宮原さと子の演技が始まります。宮原さと子、ミス・サイゴン。思い切っていきたい最初のジャンプ。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。決めてスタート。今日は3回転3回転は飛びません。ただし後半に大技が2本待っています。トリプルフリップ、選手席の目の前、きれいに決めました。トリプルループ、着氷滑らか。さあここからステップです。ステップからスピンへと激しい動きが続く、本人は緊張のパート。今シーズンの大きな課題は次のルッツジャンプ。トリプルルッツ、乗り越えました。そういった動きの一つ一つからも丁寧さが感じられますよね。そして後半の勝負のジャンプへ。ダブルアクセル、トリプルトーループ。決めた。綺麗に決まりましたね。ここまでほぼ完璧じゃないですか。そうですね。スピンが非常にいいですね。回転数、回転の速度、ポジションが一つ一つ丁寧です。トリプルサルコー、後半になっても勢いの衰えないのが宮原の武器の一つです。しっかりとスピードに乗っているだけではなくて、緩急を使いながら足の先まで神経が行き届いてますね。これをシークエンス。さあ次のジャンプはどうか。ダブルアクセル、トリプルトーループ。すごい、決めました。コンビネーションスピン。い
やりました。さすが世界選手権の銀メダリスト今シーズン一番の笑顔で演技を終えました。そして日本チームの方に向かってガッツポーズをしたところが、はい、なんかチーム戦の良さを宮原選手自身も感じられて滑っていたのではないでしょうか。まあ世界選手権では羽生と同じ色のメダルを手にした、それだけの責任感プレッシャーというのがあったはずです。常にチームに貢献すること、そう話してきたこの国別対抗戦初めての出場、素晴らしいフリーの演技でした。まあちょっとはにかんだ感じの笑顔というのがこの宮原の特徴なんですが、そんな中でも今シーズン会心の笑顔、羽生とそしてキャプテンの村とさらには古賀亜美、ウードロ・オデというペアの2人、リード兄弟みんなとハイタッチ。いやー最初から最後まで一気に駆け抜けました。非常によく集中していましたね、はい、一つ一つのジャンプ、スピン、ステップ、すべてが本当に最後まで気を抜くことなく丁寧にこなされていた、そこが評価につながりそうですね。そして後半に持ってきたダブルアクセル、トリプルトーというあのジャンプ、これは大きな得点源ですね、やはり基礎点が 1.1 倍になるところで綺麗に決まりましたので加点が加算されて、ここは得点源としては大成功ですね。決まったジャンプにおいては加点がつくものもありました、はい、そしてスピン、やはり一つ一つレベルを取るだけではなくて加点が取れるような、そんな明確に評価されやすいような、そういった丁寧さがありましたので、本当にすべてがこのコツコツと積み上げてきたものが実っているというのを実感できましたよね、まあジュニアの頃活躍しているのを見た時には本当に天才少女というふうに私も印象を抱いたんですが、この浜田コーチあるいは田村コーチの話を聞くと、そうじゃなくて本当に人の3倍4倍練習をしてやっと身につけてきたような努力の人だそうですね。何回でもジャンプを飛んだり練習しますからね、はい、さあその三原の得点、どんな得点が出るんでしょうか。 129.12 世界選手権以上の得点、パーソナルベストをこの日本でマークしました。最終戦で見事な演技を見せてくれました三原聡子。さあそれに続け